守備においては目的がエリアによって変わります。中盤のゾーンではボールを奪うことが目的です。しかしゴール前になればゴールを守ることに変わります。ですから立ち位置も少し変わります。中盤のゾーンでは先ほど言ったようにボールを持った方向に少し移動しますと言いましたが、もしゴール前であまりボールサイドに立ちすぎてしまうと足元に入ってきてコントロールした瞬間にシュートコースを開けた状態でボールを受けさせてしまいます。ですからゴール前ではゴールを守ることに変わるので、少し立ち位置がやはりゴールを守るために相手とゴールを結んだ線上に立つことに変わっていきます。そうすればボールを出したところでしっかりとシュートコースに入りながら守れると。逆に言えばゴール前になると先ほどサイドに流れないためにこっちに立っていると中盤のゾーンでは言いましたが、ゴール前になるとこっちに立つのでサイドに流れやすくなるんですが、この場合はゴール前ですからサイドのスペースがそれほどありません。裏のスペースもですから、ここからサイドに出されても十分シュートコースから対応できる。なので立ち位置が中盤のゾーン、そしてゴール前では少し変わるということも認識をしておいてください。それでは改めていいプレーを見てみましょう。